リムの方のネタはないですかね。名作ゲームボーイゼルダシリーズの2作目 RPA。始まるよ。早速スタートです。まずはセーブファイルを作成します。必ず1番のファイルを選択しましょう。理由は口述。名前は入力しやすさを考慮し、ホモ、にしました。作成したファイルを選び、メッセージ表示速度を決定した瞬間から計測開始です。メッセージ表示速度は当然最速の5を選びます。メッセージ送りは AB を同時連打しましょう。ただ、ゼルダシリーズ特有の、もう一度聞くがあるため、選択肢の場面では B 連打の方が良いでしょう。ストーリーは、どこかから落ちてきて生き倒れてるホモが発見されるところから始まります。この名店を操作可能になるので、まずは東エリア移動し、キャンプへ。ここではまず、下にいる5人全員と会話しましょう。ここは旅芸人のキャンプだと聞くことができます。切り株の上で踊っている踊り子のディンが、ホモにつきっきりで看病してくれていたらしいので、最後に話しかけると、一緒に踊ろうと誘われ、イベントが進行します。ドット絵が可愛いと思った。この場面でも描写されている、ホモの手の甲の三角形のあざは、ハイラルに伝わる聖なる証で、特別な運命を持つ勇者の証明らしいです。ちなみにこの世界はハイラルではなく、ホロドラムという危機が豊かな地域です。と、ここで今までのほのぼの雰囲気が一転し、突然の天災がキャンプを襲い、闇の将軍ゴルゴンと名乗る声と共に発生した竜巻に、全員ともが飛ばされてしまいました。落雷から割と間があるにもかかわらず、誰も避難しようとしない。これがわからない。無謀にも竜巻に立ち向かいますが、当然突き飛ばされてしまいました。共に反応して立ち直り、再突撃したものの、あえなく突き飛ばされ、リンは誘拐されてしまいました。ここでシナリオ解説。実はホロドラムの死期を司る大地の巫女であるリンに、危機が迫っていることを察知したゼルダ姫が、手下を使ってハイラルに連れ出す途中、旅芸人に偽装していた一行を、闇の将軍ゴルゴンが襲撃しました。大地の巫女リンを封印し、死期の精霊がいる死期の神殿を沈めることで、ホロドラムの死期が乱れ、恵みがなくなり大地が滅び、生きとし生ける者が死に絶えて、ゴルゴンが望む闇の世界が実現するそうです。回りくどい。回りくどくない?もっと他にやり方があると思うんですが、物理的に壊して回るより手間もかからないし、意外と致傷かもしれないと思った。そういうわけで、ゴルゴンを倒してリンを救出し、ホロドラムに死期を戻すのがこのゲームの目標です。今回は Any% レギュレーションなので、あらゆる手段を用いて最速でゴルゴンを討伐しましょう。イベントが終わるとまたマップ上に倒れており、ゼルダ姫のオーバインパから現状の説明をされます。そして勇者特有の丸投げを受け、ホロドラムの守り神であるマカノキに、このことを伝えるためにホロン村へ行けと言われ、ようやく自由行動開始となります。開始場所から南に移動すると村に入れますが、マカノキのいる場所へは剣がないといけません。開始時は何も所持していないので、まずは入ってすぐ西へ向かい、村の外に出て、海岸にある勇者の洞窟へ向かい、ウッドソードを入手しましょう。道中、進行ルート上に敵がいることがありますが、被ダメージはあまり気にする必要ないです。ダンジョンに入った際、ダンジョン名が表示されるので、すぐにボタンを押して消しましょう。入ったら東へ進み、ブロックを動かしたら北へ進みます。ここは基本的な謎解きの練習場のようなダンジョンで、特に難しい場面はありません。この部屋では穴に落ちないように移動し、ブロックを動かして次の部屋へ向かいましょう。超簡単。だよね。この部屋では敵を避けつつスイッチを押します。赤いベルに触れると移動が遅くなるので要注意。宝箱から小さな鍵を入手したら、セーブしてリセットしますよ。この時、セーブを押した瞬間ソフトリセットすることで、セーブして終わるを選択して戻るより少しだけ短縮することができます。再開後、この部屋でブロックを動かしたら、今度は南の部屋へ進みましょう。キースは動きが読みづらいので、RTA では常に邪魔なる存在です。この部屋ではスイッチを押して先に進むだけですが、赤いゲルにだけは当たらないように、緑のゾルはとこから湧いてきますが無視しましょう。最後の部屋の宝箱からウッドソードが手に入ります。装備品を入手した際、装備枠が空いていれば自動的に装備されます。宝箱を開けると自動で外に排出されるので、邪魔な敵は倒しつつ村に戻りましょう。ここでゲーム解説。フィールド上ではエリアごとに季節は固定されているのですが、ホロン村は季節が決まっておらず、乱数で変化します。このゲームでは左枠のような行動で乱数を消費し、敵の配置やアイテムドロップが変わります。そしてこの乱数はゲーム起動時にリセットされるため、乱数調整することができ、RTA では必須のテクニックになります。乱数調整については実践時に解説するとして、階段の上で剣を振り、門を破壊して先へ、
この辺りで剣を構えていると、花提灯が出現するので破壊できます。ようやくマカの木に会うことができましたが、士気が失われて力が奪われてしまった状態です。選択肢を回避し、会話終了後、右下に根っこの鍵が落ちてくるので入手。これを使用し一つ目のダンジョンを解放します。マカの木を回復させるため、各地のダンジョンで8つの断りを集めることになるのですが、エニーパーセントなので当然そんなことはしません。当たり前だな。と言いたいところさんですが、エニーパーセントに必要なテクニックは去年発見されたばかりで、それまでは8ダンジョン踏破レギュレーションしかありませんでした。これについても後ほど解説するとして、街の北口から外へ進み、ゲーム開始地点を左に、ここにある鍵穴に根っこの鍵を使うと、ダンジョンが浮上してきます。意味がわからへん。では、レベル1、根っこのダンジョンを攻略していきましょう。入ったらまずは北へ向かい、右上のブロックを動かして東の部屋へ。この部屋で敵を全滅させると、中央に小さな鍵が落ちてくるので回収。鍵を入手したら前の部屋に戻り、西の扉に鍵を使用し先へ。東は、行く行く。この部屋で敵を全滅させると、扉が開くので北へ。宝箱も出現しますが、必要がないので放置しましょう。この部屋にいる赤いドルは、倒すと小さいゲル2体に分裂します。討伐は進行に必須ではありませんが、敵の討伐数が後ほど必要になるので借ります。トロッコに乗り、終点で階段を上り東へ。レバーを殴り、進路を変えましょう。レバーを操作したら戻り、再度トロッコに乗り込みます。移動中は無敵ですが、討伐数稼ぎのために、適当に剣を振りキースを倒しておきましょう。はい、キース、キース、キース。このクズどもが。終点に着いたら、下段を一部屋戻り、宝箱を開いて爆弾を入手します。爆弾入手後、終点まで戻り、階段で回り込んで部屋の右側へ。右手。この敵は、十字方向にホモが近づくと動き出しますが、直進しかできません。適当に誘導しつつスイッチを押し、宝箱から鍵を入手したら戻りましょう。階段上部から西の部屋へ行き、北の壁を爆弾で壊して先へ進みましょう。爆弾を使用する際は早めに持ち上げ、爆破タイミングを合わせることで少し短縮できます。この部屋には大量にトラップが配置されています。前半は被弾しつつ無理やり通り、この草から確実に出る妖精で回復します。その後北の鍵を開き先へ。この部屋で中央に近づくと中ボス戦になります。爆弾を持ち上げておき、左壁際に投げると、先制攻撃ができます。角にはめれば瞬殺できますが、今回は失敗しました。この部屋ではトラップを避けつつ、左端のブロックを動かして近寄ります。地下室に覇気の実袋が落ちているので、回収して装備します。入手時にはアチチの実に10個が入っていますが、最大5種類まで使えるようになります。回収したら、中ボス戦の部屋まで戻ります。中ボスを倒すことで、ワープが利用可能になり、入り口付近と行き来できるようになります。戻る際は動かすブロックが一つ右になっているので間違えないようにしましょう。部屋の中央にある渦に触れるとワープできます。ワープ後左のゲルを引き倒した後、食材にアチチの実を使用し、先へ進みます。この部屋で敵を全滅させると宝箱が出ます。ゴーリアは剣で2回攻撃する必要がありますが、回線切りなら威力が2倍になり、一撃です。宝箱からボス部屋の鍵を入手したら、セーブ後、本体リセットをしましょう。ここから乱数調整を行います。まず、最速でファイルセレクトし再開します。だからファイル1を選ぶ必要があったんですね。そして剣を振り音を聞きます。剣を振る音には低中高の3種類あり、乱数で変わります。この音で乱数の状態を確かめるわけですね。最初の部屋で高音が出たら先へ進みます。1回目のように最初の数回で出ない場合、最速に失敗しているのでやり直しましょう。この部屋で青いとこの左にスタルボスがいるなら成功しているので、食材に火をつけ先に進みます。ここからボス部屋まではフロアマスターが出現し、触れると入り口に戻されるのでリセットです。出現位置はこちらの行動に左右されるので、乱数消費もブレる厄介な敵です。ボス部屋に行ったら剣を振り、中重帝と出た後、中で回転切りを貯めます。ボスが降りてきたと同時に回転切り、あとは下がりながら剣を8回振り倒します。倒したらハートの器を入手。必須ではないものの、体力を削る場面は多いので、取るに越したことはありません。奥の部屋で土の恵みを入手するとクリア。取ると外に排出され、マカの木との会話が発生します。
この間に乱数調整の解説の続きをしましょう。この調整の目的は攻撃力が2倍になる装備、力の指輪レベル2を手に入れるためのもので、敵を一定数倒すとフィールド上に出現する、メイプルというキャラクターにぶつかるとランダムにアイテムを落とすことを利用し、指輪を落とし、かつ、その指輪が力の指輪になるように調整されています。システム自体の解説は枠に載せておきます。草を刈った後、中銃タカナカタカタカ、となるように剣を振り右上で待機。メイプルにぶつかる瞬間に剣を振ります。こうすることでバラ巻きと指輪入手の間に乱数を消費し、指輪の落下位置で取得することができます。指輪の鑑定結果は取得時に決まるので、位置がずれた場合も剣を振らないように注意しましょう。この乱数では、死亡時に HP 満タンで復活する薬も同時に入手できるので、非常に美味しいです。乱数調整はずれたり失敗することも多く、この解説も再現動画と自身の検証のみがソースのため、もっと確実な確認方法があるかもしれませんが、よくわからなかったので詳しい方は教えてください。お願いします。ここで指輪を鑑定してもらっていますが、ダンジョン2では使用しないため後でも良いです。今回は雪で道が塞がっているのでロスでもないです。調整結果が不安だし多少はね。初回鑑定は無料なので金策は不要。間違えず左の指輪を鑑定するように。続けて指輪を箱に入れます。自動装備ではないのでメニューから装備します。この指輪には非ダメージが増えるデメリットもあるため、装備するのは当分先になります。ここまで来ればひとまず安心というところで、町の東口へ向かいましょう。木の前に行くと怪しい人に話しかけられるので、適当に文字送りして飛ばしましょう。その後出口を塞いでいる木を燃やし、町の外へ、特に何もなく北へ向かいます。ここの BGM 好き。あ、最高。風車の北のマップで東へ進みます。この場所まで来るとイベントが発生し、ウーラ族のウララちゃんが登場します。ここからは見つからないように後を追う、かくれんぼゲームになります。離れていれば目線にいらない限り見つからないので、すぐにエリア移動できるように画面上の方で待機。見つかると最初の場所まで戻ってやり直しなので、無理に最速を狙う必要はないでしょう。また、パターンも固定ではないようなので、待機位置を決めるのも危険かもしれません。とにかく見つからないことを最優先にし、その上ですぐに移動できる位置を確保しましょう。早く。まだ？このエリアでは出て行った後、一度戻ってくるので、左の柵の陰で待機しましょう。ちなみにここまで尾行を警戒するだけの理由はよくわからなかったです。行ったんか？ないですかね。ようやく終わりです。うららちゃんが消えた場所の草を刈ると、ワープホールがあるので入りましょう。この先はウラ世界に通じており、文字通りホロドラムの裏にある地底世界です。まずは左の階段を降り、マグマ温泉の南にあるダンス練習場へ行きます。ここではウラダンスに参加することができ、踊り切ることでブーメランがもらえます。参加料は無料ですが、失敗するとロスなので1回で決めましょう。説明を聞かないように注意。ここではお手本に合わせて、ドン、で右、ポン、で左、シャ、で青をして踊ります。タイミングも合わせれば良いのですが、隣にぶつからないことと順番が合っていれば、先行入力したりしても追い出されません。ゴロンダンスとかいう蛮族の儀式とは懐が違うね。とはいえ失敗のロスはリセットにつながるので、RTA では安定をとって間違えないように。判定の緩さに加えてお手本は1セット3回なので、間違えることはないでしょう。無事にクリアし、ブーメランをもらいました。これは必須装備ではありませんが、この RTA では必要になるため、ここで入手しておきましょう。ブーメラン入手後、外に追い出されているので、最初のエリアに戻り右の階段を降り、先へ、道なりに南下し、広場に出たら東へ進みます。この先には開始時に地下に沈められた、四季の神殿があるので、向かいます。回りくどいことをせず邪魔なものは破壊しておくべき。ここですね。北へ進んだところでイベント。神殿にある式のロッドを取ってくるように言われます。メッセージを飛ばし、まっすぐ進むと神殿です。好きな季節を聞かれたりもしていますが、私は夏節が好きです。野獣先輩は人間の鏡。神殿に行ったら直進し、奥にある台座に乗るとイベント。式のロッドが手に入るので、式の精霊がいる投影機、その力を尽くすことで、季節を操ることができるようになります。
現在行くことができるのは冬の塔だけなので、外に出て南東にある冬の塔へ向かい、冬の精霊の力を宿します。氷の妖精さんは大歓迎だけど。外に出たら、中央の広いところから南東へ進みましょう。これは誤差なのでセーフ。ここでブーメランを装備します。爆弾でもか、冬の塔にいると、溶岩の先にスイッチがあるので、ブーメランか爆弾を投げて押し、橋を架けます。階段を上がって最上階へ。精霊像に近づくとイベントが発生し、冬の力を入手。冬の力の解説をメッセージ送りで飛ばし、操作可能になったらセーブリセットで入り口に戻ります。セーブ後は基本的に最後に出入りしたダンジョンや建物から再開するので、移動時間を短縮できる場面では積極的にセーブしてリセットをします。再開後は外に出て、来た道を通りホロドラムに戻ります。特に解説することもないので、視聴者の皆様のために、この RTA に関する補足を、少しばかりしておきます。後半で使用するテクニックについて、おそらく解説しきれなくなってしまうので、空いた時間に少しずつ、事前情報を入れていきます。まず、最初に発見された技ですが、フィールドにいる青い鶏を持ち上げた瞬間に、ビューのみを使用することで、持ち上げ判定を残したまま手放すことができ、エリア移動しても消えなくなるため、ある程度地形を無視した移動が可能になりました。ただ、ラスボスの結界を突破するために断りを集める必要があったため、ダンジョンをクリアする必要があり、この時点では小規模な活用しかできませんでした。ですが、画面に表示し続けられることを利用し、応用技が生み出されることになります。画面に表示できる最大数まで鶏を固定することで、結界を読み込めなくし、それにより、断りを集めなくてもラスボス戦に進めるようになりました。基本情報はここまで。実行に必要な情報は次の隙間時間に。ホロドラムに戻り、草を刈った先でイベント後、切り株の上でロッドを振り、季節を冬にします。その後、北東へ進み、枯れ木の脇を通り先へ進みましょう。敵や穴を避けつつ先へ進みます。ライクに食べられるとロスなので注意。途中にある切り株で季節を冬に変え、階段を上りて季節を通って民家の煙突に落ちます。敵の配置が気に入らない場合は、このようにエリア移動でリセットしましょう。夏のままだとこの家にいることができません。だから季節を冬にする必要があったんですね。高侵入に対し、雪かきだけで許してもらえます。しかもスコップはくれるなんて心が濃すぎる。家を出たら約束通り雪かきをし、南へ進みます。分かれ道は左へ進み、あとは道なりに先へ。かなり敵に当たっていますが、死ななければ安いので問題ないです。また季節が変わっているので切り株で冬に変え、枯れ木の脇を通り先へ。次のエリアでは分かれ道を右に進み、道を塞いでいる雪をスコップでどかして先へ。ここではハテナの術を収穫することができますが、使用する場面はないので回収する必要はないです。道なりに進むとレベル2、蛇の亡骸の入り口があるので、剣を装備して中へ。ダンジョンを攻略し、二つ目今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ホモが棒を振り乱す RTA、第2部始まるよ。ダンジョンに入ったら西へ進み、敵を避けつつ北の部屋へ。左に宝箱が見えますが、無視して先へ進みましょう。この部屋ではロープを全滅させると、中央に小さな鍵が落ちてきます。ロープは十字方向にホモを見つけると高速で突進してきます。ここではかえって迎撃しやすいのですが、ブロックに挟まって襲ってこないこともあるので注意。小さな鍵入手をセーブリセットし、入り口へ戻ります。2箇所の食台にアチチの術で火を灯すと、北の扉が開くので先へ進みましょう。敵を対処しつつ北へ進み、鍵のついた扉からさらに北へ。ロープは移動速度が速いので、捕捉された場合は倒した方が良いでしょう。この部屋にいるボーンは倒すことができませんが、攻撃で弾くことができるので、剣で切りつけて穴に落とし、2匹とも落とすと扉が開くので先へ進みましょう。この部屋では穴の向こうにいるブタブリンを倒すと宝箱が出現します。爆弾を投げるより、近づいてきたところを剣で切りつけた方が早いと思います。宝箱からパワーブレスレットを入手したらセーブしてリセットし、ダンジョン入り口へ。ゲームを再開したら外へ出ましょう。草を刈ってマップ東側へ。壁に生えているツタを登り、岩を持ち上げて西側の階段を降りましょう。ここに生えている草からはハートが確定ドロップするので、体力が減っている場合は2箇所とも刈り取って回復しておきましょう。草はパワーブレスレットでも抜くことができるので、装備変更の手間を省くことができます。ダンジョンに行ったら、ロープを避けつつ北の部屋へ。この部屋は迷路になっており、
進路をひび割れたブロックが塞いでいます。爆発するタイミングを考えて早めに爆弾を持ち上げておき、効率よくブロックを破壊できる位置に投げ込みましょう。爆発半径は意外と長く残っているため、急ぎすぎるとダメージがかさんでしまうので要注意。中心部に置いてある宝箱から小さな鍵を入手したら、セーブしてリセットしましょう。ここでの再開後は階段ではなくダンジョンの前から始まります。草を抜いたら再び東へ回り込んでツタを登り、今度は東エリアにある階段を降りましょう。ツタを登っている間は武器が使えないので、モリグリンが邪魔な位置にいる場合は、エリア移動で位置を変えるかあらかじめ倒しておきましょう。この部屋ではなんだかよくわからないバーをパワーブレスレットで押しながら進みます。剣が必要になる場面はないのですが、キースが非常に打ち通しく、ダメージを受けやすいので、安定をとって倒しながら進んでいます。この程度は誤差だな対応。この部屋で大型トラップを回避しながら小さな鍵を回収したら、東の部屋へ進み、爆弾でブロックを爆破して階段を降りましょう。ここで草を巻き込むように一番上のブロックを爆破すると、爆弾を補充することができます。この後も必要になるので回収しておきましょう。地下に降りたらトラップを避けつつ西へ進みます。特にこのエリアのキースは避けづらいので、倒しながら進んだ方が安定します。小さいトラップは足を止めなければ当たりませんが、やはりキースには注意。西端の階段を登った先の部屋でも謎のバーを押して先へ進みます。ここにも宝箱が置いてありますが、無視して次の部屋へ。この部屋でもバーを押して先に進むのですが、底がひび割れている場所があります。ひびの上でバーを押すと底が壊れ、落ちてしまいダメージとタイムロスです。気をつけつつ進み、扉の鍵を開ける前に爆弾を装備しておきましょう。この部屋にいると中ボス戦。なのですが、ここのボスは床のお化けのような敵で、戦闘開始前からすでに存在しています。なので中央に近づかないと戦闘が始まらないことを利用し、部屋の端から中央に向かって爆弾を投げ、何もさせずに爆殺することができます。ひどいな。5発投げ込むと完了です。必要なら妖精で回復し、東へ。この部屋では敵を対処しつつさらに東へ。目の前にある鍵付きブロックを開け、南の部屋へ。この部屋にある回転板は、90度回るごとに回転方向が変わります。この部屋で北の壁のひびを爆破し、南へ向かうために回転板を操作しに行きます。壺を持ち上げるにはパワーブレスレットが必要ですが、押すだけであれば所持しているだけで可能なので、装備をする必要はありません。この部屋を今度は東へ抜け、次の部屋でロープを対処しつつ南へ。ここでは移動リフトを乗り継ぎ右側へ。急げばリフトを待たずに渡ることができます。キースに当たって落とされたりしないように注意。邪魔すぎー。被弾の反動で落とされることを危惧し、リフトを降りずに処理しましたね。賢明だと思います。階段を登って北へ戻ると宝箱があり、ボス部屋の鍵を入手できます。回収高段差を飛び降り、再びリフトを乗り継いで西へ。回転板の部屋に東側から入れました。回転板を回して南の部屋へ行きましょう。ここのリフトは最速で2列目に乗ると、戻ってきた3列目を渡ることができます。南側へ渡ったらブレスレットと爆弾を装備し、ボスの部屋へ入りましょう。入ったら即座にドドンごとのボス戦になります。火炎の準備で口を開けたら爆弾を投げ込みます。爆発して膨らんだら、近づいてブレスレットで持ち上げ、部屋中央の針山に投げ込みます。これを4回繰り返すと倒せます。苦戦する要素は全くないです。一応口を開けず突進攻撃をしてくることがありますが、足を動かす動作が長いので回避は余裕でしょう。ダンジョン自体は細かいダメージを受けやすいものの、ボス戦は気を使わなくて済む比較的楽な区間ですね。おそらくこの戦闘で爆弾が尽きているということはないと思いますが、もし爆弾の所持数が0個だった場合は、ドドンゴが爆散している間に草を刈り、爆弾を1つ以上は所持しておきましょう。といったところで戦闘終了です。中央下側にハートの器が出現するので回収し、南の部屋で時の恵みを手に入れましょう。この後は一旦ホロン村へ戻り、村の北から次のダンジョンへ向かいます。特に話すことがないので、視聴者の皆様に配慮し、Any%テクニック解説の続きをします。前回、鶏増殖と結界回避の紹介をしました。今回はゲームでのデータ管理の仕様と、実行の手順について解説していきます。このゲームでマップ上に表示されるオブジェクトは何種類かに細分化されていて、それぞれメモリ上に表示容量域が確保されています。大雑把な分類は左枠を参照してください。この中で敵やエフェクト等の、動くオブジェクトを画面上に表示できる上限が14個であり、マップ上で発生するイベントも一旦この枠に読み込んでフラグ判定を行うため、14枠を埋めた状態でエリア移動すると結界に弾かれるイベントが発生しなくなります。その枠を埋める手段として、Z
前回お話しした鶏追従バグを利用するというわけですね。それでは肝心の鶏を増やす方法です。このゲームの使用上、ブレスレットで持ち上げているものは画面移動した際消えずに持ち上げたままになるので、鶏を持ち上げた瞬間にピューの術を使うと持ち上げフラグを残したまま手放すことができるというバグを利用し、鶏を消えなくした状態で画面を切り替えると鶏を増やすことができます。ですが、この方法で増やすことができても、同じ場所にいる鶏を持ち上げる際、メモリ上で一番上にいる個体を持ち上げてしまうため、2匹目以降を増やすことができません。なので何らかの方法でメモリの後ろの方に鶏を呼び出して固定する必要があります。今回の解説はここまでです。実践については次回、チャートの解説に戻りましょう。道を塞いでいる岩をどかして先へ進んだら北へ。いててのみがありますが取りません。この場所を南に進むと唐突にボクシングジムがあるので入りましょう。ここにいるマイトパンチに10ルピーを支払い、ボクシング対決をします。あえて金策をしなくても10ルピーは持っていると思いますが、万一敗北などで足りない場合、スコップで穴を掘ると手軽に稼ぐことができます。勝負に勝ちチャンピオンになるとリッキーグローブをもらえます。こいつに最速で勝てる方法がわからないので、わかる方がおられましたら教えてください。世界一兄貴は衆殺してるけど、あらゆる場面で人間離れしているので、これもう参考にならねえな。グローブ入手を、北道を戻って西へ向かいます。狭い道を通るので敵に当たらないように注意。橋を渡った次のマップで北へ進むとカンガルーのリッキーがいるので、グローブを渡すとお礼に乗せてくれるようになります。また、このタイミングでリッキーの笛を入手しました。フィールド上でこの敵を使用すると、その場所に仲間を呼び出すことができます。また、音響攻撃としても使用することができ、特定の敵を倒せます。ここで仲間になったリッキーくんですが、このように1マスの穴を飛び越えることや、飛び降りられる崖を登ることができ、パンチをチャージすると竜巻を飛ばすこともできます。あらかじめ敵を入手しておくことで他の動物を仲間にすることもできますが、時間や RP がかかるため、RTA では何も準備する必要のないリッキーくんを仲間にすることになります。崖を登って道なりに進むとサッサの実が鳴っているので、リッキーから降りて収穫しましょう。ここで一旦のお別れとなります。このサッサの実は使用すると移動速度が上がる非常に重要なアイテムになります。この先常に使って損はないのですが、使用時のジャンプ距離も増えるため、必須になる場所が何度かあるので残り個数には気をつけて使っていきましょう。道なりに進んで水門管理小屋に行ったらレバーで排水して水門の鍵を入手します。外に出ると庭の池も排水されて階段が出現しているので近道へ。ここのスイッチを踏むと橋がかかって先へ進める仕掛けですが、すぐに橋が起きてしまうので、さっさの術を使わないと間に合いません。ここはブロックと岩をどかして階段へ向かいます。間違えて道を塞いだりしないように気をつけましょう。地下2階は特に言うことはないです。岩をどかして階段へ向かいましょう。ゾルに当たることはないと思いますが、水に落ちるとビロスなので注意。このフロアは草が生えているだけですが、草に擬態した敵、平時がいます。奥にいる方は強行突破すると避けられないので、体力が減っている場合は気をつけましょう。地上に出たら一番南まで進み、東へ進むと鍵穴があるので、鍵を使って水門を開放します。排水の陣だ。流します。お汁いっぱい汁の辺です。おー、かっこいいした。これで沼を進むことができるようになりました。一つ北のエリアへ回り込み、崖を飛び降りましょう。このまま沼を南下するのですが、その前に切り株で季節を冬にしておきます。こうすることでこの先の敵がいなくなるので、楽に進むことができるようになります。安定のために一手間をかける、実に RTA らしい配慮だ。あ、冬にしたことで水たまりが凍っているので、滑ってしまうことには気をつけましょう。穴が開いているマップで西へ進み、エリア移動後に笛を吹いてリッキーを呼びます。仲間を呼ぶと画面外から駆けつけるので、エリア移動直後に呼ぶと無駄がありません。リッキーに乗ったら崖を飛び越えて先へ。穴の先に草が生えている場所を越える際、穴の手前ギリギリでパンチを使うと草を刈りつつ飛び越えることができるのですが、失敗すると穴に落ちてロスになるため、安定をとってあらかじめ竜巻で除去しています。南から回り込んで岩の手前でリッキーから降り、岩をどかしてワープホールでウーラ世界へ飛びましょう。ウーラ世界に着いたら西、南と進んで海岸へ行きます。ここでは砂浜をスコップで掘って星の鉄を掘り当てる必要があるのですが、埋まっている場所は4箇所に限られており、
その中から乱数で決定されます。なので無闇に穴を掘り続ける必要はありません。場所は右枠の通りなので覚えておきましょう。しかし4箇所目で掘り当てるとは運がないな。でも私に破難の落ち度もないので続行します。星の鉄を手に入れたら海岸から戻って北西へ進みましょう。ここに裏マーケットがあるので入ります。ここではクズ鉄と交換でアイテムを買うことができ、星の鉄はリボンと交換することができるので、交換したら海岸へ戻りましょう。このような単純移動の場面はさっさのみの使いところですね。海岸に戻ってきたら今度は東のエリアへ向かいます。ここには前回登場したうららちゃんがいて、リボンをなくして落ち込んでいるので、今購入したリボンをプレゼントするとお礼にデートしてくれます。ここでセーブしてリセット。先ほど出入りしたマーケット前から再開します。再開後は北へ。うららちゃんとデートしている間は彼女の持っている鍵で扉を開くことができるので、この洞窟を通って前回探索したエリアへ行き、四季の神殿へ向かいます。夏の塔の扉は鍵がかかっているので、鍵を開けて夏の精霊に会いに行きましょう。あとは冬の精霊の時と同じ流れになり、解説することもないので、テクニック解説の続きいくぞ。今回は鶏増殖の実践準備編となります。先ほどお話しした通り、鶏を増やすためにはメモリの後ろから固定していく必要があるので、鶏がメモリ上に呼び出される瞬間に他のオブジェクトであらかじめ埋めておくことでメモリ上の位置を調整しましょう。この動画ではわかりやすく14個の枠の順番で表現しています。では実際の手順を見ていきましょう。本番でもここにいる鶏を利用します。都合よく NPC などいるわけもないので、利用できるもの派なんでも利用します。まずはエリア移動時に表示される季節表示、これもこの枠に一時保存されるので利用できます。続いてスコップで穴を掘った時に出る土砂、これも枠を使用し最速で掘るとに枠埋められます。次にブーメランを壁に当てた時に出るエフェクト、このためにブーメランを取る必要がありました。ここで利用できるのはこの4枠です。なので枠の5番目までを埋めることができます。とはいえ一瞬だけ表示されるエフェクトを同時に4つも画面に維持することは困難です。それを実現する重要な手順としてポーズ画面を利用した一時停止があります。ポーズが解除される際にキー入力をしていると再開と同時に行動することができるので、これと同時にスタートボタンを連打することでポーズの間に行動を挟むことができ、疑似的にフレーム単位の操作が可能になります。これを利用しないとまず操作が追いつかないでしょう。以上で実践に必要な知識の解説は終わりです。いまいちわかりにくいところもあると思いますので、世界1や2期が詳しく解説している動画がありますので、追走予定の方はそちらもご覧くださいませ。増殖の実行については次回に解説します。ではチャート解説に戻りましょう。夏の力を得てホロドラムに帰還したらリッキーに乗って沼地の北へ戻ります。南下する際季節を冬にしましたが、ワープを挟んだことで秋にリセットされています。これによって往路に入らなかった敵が配置されているので、状況に応じて対処しましょう。なぜかリッキーから降りずに進んでいますが、穴を飛び越えた時点で降りてさっさの実を使って駆け抜けた方が良いです。チャートにちゃんと書いておきましょう。思い出した思い出した。切り株まで戻ってきたらロッドを装備し、季節を夏にしたら1エリア北へ。下が成長して壁が登れるようになったことで3つ目のダンジョンに入れるようになっています。すぐに使うことになるスコップと剣を装備して突入しましょう。いざ鎌倉。レベル3、毒ガノス穴到達です。まずは道なりに北へ。ここにいると下道には一切の攻撃が通りませんが、至近距離でスコップを使うとひっくり返して攻撃が通るようになります。ダメージを受けやすいところなので体力の残りには気をつけましょう。この辺りの敵は倒す必要がないのでさっさの術を使い走り抜けます。トゲゾウは直線移動が高速なため等速では何度も回避することになりロスです。この部屋では壺を押してスイッチに乗せて先の部屋へ進むのですが、フロアマスターがいるため非常に危険です。当たると大ロスなので倒す方が良いでしょう。一応完全に配置をコントロールすることで倒さずに進むこともできるのですが、到底真似できないので安定をとって倒します。世界一や2期は普通に回避していました。お、パラリスルーしました。無限脇ではないので規定数倒すと安全に押すことができます。無事にスイッチを押すことができたら先へ進み、この部屋はスルーして西の部屋へ。ここから南へ進んだらブレスレットを装備してバーを押して先へ進み、宝箱を開きましょう。2つ目のバーは奥まで押し込まないように、前回同様亀裂の上で押すことも厳禁です。厳禁だなパーチュリーは。3つ目のバーを押して宝箱を開き、小さな鍵を入手したら
左にある亀裂の上に乗り、穴に落ちると部屋の入り口に戻ることができます。そしたら来た道を戻り、先ほどスルーした階段を登りましょう。フロア移動したら左へ直進してブロックを押し、下のブロックを押すと先へ進めます。この部屋では下に配置されている石像を、上と同じになるように並べ替えましょう。画面と同じように押すことで無駄なく収めることができるので、手順を暗記、しましょうね。扉が開いたらさっさの術を使って先へ進み、ひたすら西へ進み続けます。敵はなるべく避けたいところですが、このように狭い通路では避けきれないので、残り体力は常に気をつけておきましょう。バブルがいる部屋に着いたら北へ。この部屋では鍵を開けて北へ進むだけですが、ボーンに当たって下に落ちるとロスになるので、ボーンに当たらないように対処した方が良いと思います。この部屋にハホモと反対に動く敵、マネマネが3体いるので全滅させましょう。こちらが動かずとも床が流れているので、炭で剣を振っていれば倒せます。全滅させて宝箱からロック鳥の羽を入手したらセーブしてリセット。入り口に戻るのでスコップを装備してトゲゾウを倒し先へ進みましょう。しかしスコップの判定はかなり狭いので即死圏内の体力では非常に危険です。ここは焦らず壺をして、ハートが出ることを祈りましょう。うわ、ちょっとね、落ち着け。相当危ない局面を抜けましたが、万一死んでも入り口からなのでロスは少ないでしょう。ここからは先ほどと同様、敵を避けつつ進むのですが、ロック鳥の羽でジャンプができるようになったので、道中の敵を避けやすくなっています。お、いいな、え。この部屋に着いたら、ジャンプでリフトに乗り、先にある階段を降りましょう。さっさ状態でジャンプをすると飛距離が伸びるのですが、落ちるとロスになるため、慣れない場合は必要のない場面では使わないようにしましょう。階段を降りたらはしごの上から右に落ち、ドスンの上でさっさジャンプでリフトへ。右の足場へ飛んでドスンを落とし、すぐにリフト経由でドスンにジャンプして先へ。残りのリフトをさっさジャンプで乗り継ぎ、はしごを登って先へ進みます。この部屋では中央にあるトランポリンを押して、階段の横にあるオレンジのとこまで移動させます。トランポリンはジャンプで飛び越せるので、回り込む必要はありません。まあ、うっかり乗ってしまうと天井にぶつかってロスになるから多少はね。何をうろうろしているんですかね？あて知らん。あー、もうめちゃくちゃだよ。移動させたらジャンプで乗ると上の階に行けます。飛び越して階段に行ったりしないように注意。宝箱の前にゲルが出現するので、倒してから開きましょう。鍵を入手したら穴から落ちて、来た道を戻ります。階段を降りたらさっさの実を使い、はしごの一番上から左に落ちるとリフトに乗れます。焦らず乗り継ぐべき場面ですが、失敗して落ちてしまいましたね。床や敵配置に恵まれ生き延びましたが、これはさすがに死んでもおかしくない状況です。ここもさっさの勢いで行く場面ですが、安定を取ります。死ななければ安いのでセーフ。穴を渡ったら東へ進みます。しばらく先ほどと同じルートを進むので、視聴者の皆様に配慮し、このような動画をご用意いたしました。ゲームはカバー。ゼルダの伝説、不思議の木の第一の章。それは、季節の乱れた世界を冒険。四季を操り、大地を進め。ゲームボーイからゼルダの伝説不思議の瞳大地の章時空の章とドジャース伝説は繋がってゆく。いい CM だ。スイッチをジャンプで避けて先へ進みましょう。押すとどうなるかは今の動画の中に。扉を開けたら中ボス戦になります。ここの壺からはハートが確実に出るので回復しましょう。この部屋では10ボス、オームアイとの戦闘になります。敵は3体、水たまりの渦から出現するので鉄塔に1体選んでブレスで持ち上げ、地上に投げたら剣で1回切り、2体目を持ち上げて登場。起き上がった1体目を切って倒したら2体目も登場。ちょうど3体目が出てくるので引っこ抜いたら投げて1回切りつけしたら回線切りをため、体勢を立て直したところで解放してとどめ。工事完了です。本来はこの戦闘前に指輪を装備します。妖精が出るので必要なら回復し、右下に出現している階段を登って先へ。ここではさっさの術を使って、ひたすら西へ進みます。わっせ、わっせ。結局わっせって何なんですかね？最奥のジャンプパネルを飛び越えたら、穴に落ちて下のフロアへ。落ちたらば急いで3マス空いている穴の左のブロックを押して落とし、宝箱からボス部屋の鍵を入手したら、セーブしてリセットしましょう。ここまで来れば残すはボス戦のみになります。再開後、ワープして中ボスの部屋に戻り、階段を登って先へ進んだらさっさの実を使い、
先ほどスルーした手前のジャンプパネルで北側へ。あとは道なりに進むとボス部屋に到着します。階段のような移動に干渉するマスは、ジャンプで飛び越すとその影響を受けず、移動のロスやダメージを回避することができます。この通路の北側にボス部屋があるので、剣と羽を装備して決戦に臨みましょう。いじり倒してやろうか。敵は中央に出現するので左右の島に渡り、降りてきたところを何度か攻撃。すると外周を飛び回るので、上に来た時に回転切り。攻撃回数を稼げれば2周目に倒せますが、しくじっても慌てず中央に戻ったところに追撃しましょう。北側中央に出るハートの器を回収したら、階段を降りて北の部屋で太陽の恵みを入手。Any% ではこれが最後の断りになります。入手後、ダンジョンの前から始まるので今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ようやく Any% らしくなる RTA。最後の部、始まるよ。前回、3つ目のダンジョンを制覇し、太陽の恵みを手に入れたところからスタートです。入り口まで戻されているので、往路と同じ道を通って東へ戻りましょう。特に解説することはありませんが、道中、サッサの実を回収することを忘れないように、見どころはないので、視聴者の皆様に配慮し、このような動画を用意しておきました。ジュジュジュ強よよよ。プハ。よく今日です。ああ、またサボる。レーム。ブレイク中の私。今日は私はよくわからない残りの日です。まあ、明日は？クローズ神社の日。彼らは近く。キャッシュ。穴をジャンプで越えて新しいエリアへ着いたら、この崖のマップで笛を吹き、リッキーを呼びます。このエリアのマップは仲間になった動物によって変化し、それぞれの特技を使わないと先に進めないようになっています。動物に乗っている場合、ライクライクに触れても食べられなくなるため、道中は邪魔な位置にいるバズブログを倒すだけで構いません。移動中にパンチを使うこともできるので、なるべく足を止めないよう、効率よく草や敵を除去していきましょう。ジャンプに合わせてパンチを出すこともできますが、失敗すると穴に落ちてロスになるため、ここでも安定をとっています。ここの崖を登った後、リッキーが必須になる場面はありませんが、敵や草の処理速度を考えるとサッサの実を使った場合より早く、ライクライクに食べられなくなることもあり、安定して進んでいくことができるので、しばらくはリッキーに乗ったまま進んでいきます。崖を降りたら草を刈って北へ進み、ライクライクのいるエリアを抜けます。ここまで来れば障害がなくなるので、リッキーから降り、さっさの実で加速して進みましょう。北の道から回り込んで西側へ行くと、ボスグリーンに絡まれるイベントが発生しますが、適当に飛ばしたら無視して東の道へ行き、水没した村へ入りましょう。今後出てくることはありません。村に入ったらロック鳥の羽を装備し、水に落ちないように浅瀬を進み、南から回り込んで村の東にあるピューの実を収穫しましょう。この好みはこの RTA において最重要になるので、必ず3つすべて回収するように。前回お話しした通り、持ち上げた鶏の固定に使用するので、あればあるほど安定します。収穫後、来た道を戻ると、村の南西で謎の動物がいじめられています。真ん中のホモガキに話しかけると爆弾を渡すことができるので、持っている爆弾すべてを渡すと水面を走ってどこかへ消えていきます。その後、いじめられていたウィという動物に話しかけると、お礼に乗せてもらうことができます。こいつに乗ることで水上を移動でき、滝を登ることもできるようになるので、切り株があるマップの滝を登って先へ進み、左の滝に登って洞窟に入りましょう。敵を食べることもできますが、ここの敵の動きは一定のため、当たることはないと思います。洞窟に入ったら剣を装備して、右から2番目の石像を左へ押し、右の石像を切りつけて回転切りを維持し、3つの石像に当たるように解放しましょう。すると階段が出現するのでジャンプで渡り、宝箱から合格の証を入手したら右の滝へ。一振りで全ての石像に当てるという謎解きですが、回転切りを4箇所に当てる必要はありません。右の滝の洞窟にいるスクグリ名人と話し、合格の証を持っていると弟子と認められ、水かきをもらうことができます。これで泳ぐことができるようになり、深い場所を素潜りで進むことができます。入手後、滝を降りて切り株のあるマップを西へ。名人のヒントの通り、コッコ山辺の近道があるので、
看板がある家のマップで海から降り、暗礁のある水路で素潜りをし、先へ進みましょう。水中マップではボタンで泳ぎ、B ボタンに剣を装備している場合は使用できます。敵の動きは一定で避けやすく、そこまでのロスにはつながらないので、わざわざ持ち帰るくらいなら、避けて進んだ方が良いでしょう。水路を抜けて浮上すると、ごっこ山に出ます。目の前にあるツタを登って北へ進みましょう。ハートのかけらがあるマップにはテクタイトが一体いますが無視して東へ。切り株のあるマップに出たら北へ進み、長い階段を登ります。階段を登り切ったら右の崖から飛び降り、ワープホールに落ちてウーラ世界へ行きましょう。落ちろ。え、何それは。ちょっと楽や！ウーラ世界到着後、溶岩を飛び越すと、双子のあたりやとぶつかります。この時落とした羽を、強制的にクズ鉄と交換させられました。人間のクズがこの野郎、取り返すために後を追い、この家に入って西から出ましょう。ここでは序盤のウララちゃんと同様の、かくれんぼミニゲームをすることになります。二人分の視線を回避することになりますが、パターンは固定でアンチもあるので、動画と同様に動けば見つかりません。しっかり覚えるか、チャートに書いておきましょう。ミエリア目ではこの右上のくぼみがアンチになります。二人が過ぎ去るのを待って追いかけましょう。画面外に消える前にも周りを見渡すので、焦って飛び出して見つからないように注意。三エリア目では四つ並んでいる岩の、右側がアンチになります。赤いのが画面外に消えた後、左の岩の下側に移動しましょう。青いのが上に行くため視界にいらず、消えた後すぐに次のエリアへ進めます。4エリア目では青いのがすぐに出ていくので、消えた後、上の岩の左側に行きましょう。赤いのも割とすぐに出ていきます。時間がかからなくて助かる助かる。5エリア目では上の木の北側がアンチです。2人ともエリア外に消えるまで待機しましょう。あれ？あれ？あれ？私が死んで間違えてごめんなさい。場所を間違えました。上の木の右側がアンチです。チャートにちゃんと書いておきましょうね。最後のエリアでは左右どちらかの木に立ち、外側から一周することで見つからず抜けられます。なんかあっさりだな。これでかくれんぼは終了。あとは色が違う場所を掘ることで羽を取り返せます。羽を回収を、セーブしてリセットすることで、家の前から再開することができます。ちなみにこの時、代わりにクズ鉄を返しています。セクシー、偉い、再開後、さっさの実と羽を装備し、来た道を戻って東へ向かいます。さっさの実には余裕があるので、長距離移動の際は加速しましょう。ワープホールがあるマップの東に階段があるので降ります。はしごでさっさの実を使い、最速で右に落ちると移動リフトに乗ることができます。次のエリアのリフトもギリギリ飛び移れるので、そこからはしごにジャンプして外に出ましょう。目の前に四季の神殿、春の塔があるので入り、溶岩に落ちないように先に進み、精霊に会います。このように、春の塔へは地下から行くしかなく、かくれんぼを飛ばすのは不可能だと思われます。春の地からはこの先のチャート上必須です。だからここまで正規ルートを進める必要がありました。イベント後はいつも通りセーブリセットし、外に出て近道を戻りましょう。帰り道はリフトの順序が逆ですが、基本的には往路と同様、最速ジャンプで抜けられます。ただ、リフトの動きに合わせるため、少し待機する必要があります。落ち着いて操作しましょう。外に出たらワープホールに向かい、ホロドラムに戻りましょう。これでウーラ世界での冒険は終わりになります。秋？知らない。戻ったらそのまま崖を飛び降り、下にある切り株で季節を春に切り替えます。ここからもう少し通常通り進行するので、西へ向かいごっこ山に登りましょう。さっさの実で加速して敵を無視しつつ、崖の下に咲いている花に乗ります。春になるとつぼみが花に変化するのですが、この形の花に乗ると崖の上に飛び乗ることができます。ここでは敵に当たらないように東へ進み、切り株で季節を冬に変えましょう。この後は西へ進み、崖の上から積雪に飛び乗って洞窟に入るのですが、もし爆弾の個数が例のままであれば、豚グリンを倒すと高確率で落とすので、倒しておくと良いかもしれません。この後数個使用します。ただ、春に咲く花から入手できることも多いので、個人的にはここで補充する必要はないと思います。洞窟に入ったらさっさの実を使用し、穴を飛び越えつつ階段を目指しましょう。加速状態であれば、
すべての敵や障害物を無視して出口まで進むことができます。ここでスコップとブーメランを装備し、外に出たら一度セーブしておきます。ここで鶏増殖を行うので、セーブしておくことでリカバリーが可能になります。増殖の練習をする場合もここでセーブをしましょう。準備が整ったら階段を降り、心を落ち着けます。ではやっていきましょう。外に出たら即座に装備を開きフレームを固定します。そのまま固定を繰り返しつつ移動し、画面右端で下に向かってブーメランを投げます。投げたらブレスに持ち替え、タイミングを測って穴を掘ります。即座にブレスで硬直を解除し、振り向きざまに穴を掘り、ブレスで硬直を解除し、左枠のオブジェクトを表示した状態で画面移動します。成功したと思ったら、鶏をつかめる位置に移動し、ビューのみを使用して、発動する寸前に鶏を持ち上げます。移動先の選択が出るので、元の場所に戻るを選んだら西へ移動します。すると鶏が画面移動に追従してきます。これで成功ですが、大事なのはメモリ上の位置です。これを画面上で確認する術はないので、以降の手順で増殖できているかで判断します。2回目は1度目と同様の行動ですが、季節表示のタグがない分メモリ上の位置がずれます。すべての行動をポーズ状態のフレーム固定の合間に差し込むことが重要です。猶予はフレームはほとんどないので、ポーズ連打するくらいで OK です。鶏を持ち上げるタイミングも非常にシビアですが、ビューのみ使用後にポーズ連打し、ワープ音が一瞬聞こえたタイミングで、ブレスのボタンを押しっぱなしにしてポーズ解除することで 99% 派成功します。3回目はさらにオブジェクトを減らして、衝突と土砂を表示した状態で移動しましょう。正直最初の2回、主に土砂2つの共存が難易度の大半を占めているため、ここまで来ればここでの失敗はほぼないと思います。ですが気を抜かないように、鶏の持ち上げに失敗した場合ですが、元の場所に戻ってそのまま再挑戦で OK です。上から落ちてきた場合、下を向いているので、持ち上げられる向きに調整はしましょう。成功した場合は、持ち上げた鶏を飛び上がり中に手放すので判断は容易です。失敗した場合、特に入力が早すぎた場合は、鶏を持ち上げそのまま崖下に落ちてしまうので、即リセとなるため特に注意しましょう。持ち上げに失敗した方がマシです。4回目はブーメランの衝突だけですね。非常に簡単です。画面では何度も失敗してピューの実を消費していますが、これを途中で補充することはほぼ不可能です。なので失敗できる回数には限りがあります。もちろん尽きてしまったらリセットのため、できる限り感覚は掴んでおきましょう。4匹固定できればここでの増殖は完了です。最後の1匹を画面移動で固定したら、再び東へ戻り、固定していない鶏を持ち上げ、崖下へ落ちましょう。下では敵を避けつつ東へ進み、切り株で季節を春に変えます。使用する切り株はここでも下のものでも OK です。鶏は季節変更の名店では消滅しません。季節を春にしたら下へ飛び降り東へ。春に咲いている花からは爆弾がよく出るので、手持ちがない場合は破壊して回収しておきましょう。仲間動物のムッシュがいるマップで再び鶏増殖の準備をします。まずは画面の通りに花を破壊しましょう。左の2つは爆弾を回収するために破壊しました。そしたら右下の花をすべて壊せる位置に爆弾を投下。すぐに左上の花に向き合い、後ろ向きにブーメランを投げます。次にタイミングを測って剣を振り、花を破壊します。最後にスコップとブレスを装備し、穴を掘ったらブレスで硬直を解き、画面移動しましょう。このマップにハタメを植えられる土があり、これもメモリ上に呼び出されるオブジェクトです。鶏はその次に呼び出されるので、ここでは13番目まで埋めることができました。前半と同様に鶏を持ち上げて固定しましょう。成功したら戻り、花を壊して準備します。2回目も前回と同様に動き、最後の土砂を省略します。難しい部分はないと思いますが、ブーメラン投擲をすぐに花を壊してしまうと、衝突エフェクトが出る前に破片が消滅してしまうので、少し遅らせて破壊するようにしましょう。右下の爆発のタイミングは、そこまで意識しなくても自然に合わせられます。言うこともないので補足ですが、画面を止めてフレームを固定する場合、装備画面、マップ画面、セーブ画面のどれを利用しても同じことができます。この動画でも混在しているのがわかりますが、基本的にはスタートとセレクトを連打しています。なので結果は決まっておらず、同時に押された場合はセーブ画面が表示されています。3回目は右下を爆破し、左上を剣で破壊します。このマップで母山って鶏を持ち上げてしまってもリセットに離りませんが、飛ぶ演出と鶏が定位置に戻るまでの待ち時間がかなり長いので、持ち上げに失敗して牛の実が発動した方がロスは少ないです。なのでタイミングが合わない場合に持ち上げようとすることは厳禁です。4回目は右下の花を3個爆破します。ここでムッシュの後ろが埋まるのですが、次にムッシュが呼び出される際、メモリ上の位置が変わっています。おそらく前後が空いている位置に呼び出される仕様なのだと思いますが、まあそう、よくわからなかったです。次の時点では影響は特にないのですが、この後さらに別の場所に変わるので、手順が変則的になる場面があります。詳しくはその時に、次の5回目ですが、本チャートでは貴重な短縮要素です。
先駆者及び世界一クライア2機は右下の花を2つに減らして爆破していましたが、中央の花2つを爆破することでも同じことができます。これによって下に行かなくて良いため、数秒の短縮になっているはずです。一見回転切りでも同じことができそうに思えますが、破壊タイミングのズレか、動作の硬直によってうまくいきませんでした。実際のところ短縮要素ではありますが、タイムへの影響はほぼ誤差です。6回目は目の前の草を破壊するだけです。何も言うことはない。次の7回目で再びムッシュの後ろが埋まり、メモリ上の位置が変わります。前後が空いている場所がないためか、一番後ろに呼び出されるので、もう一度花を一つ破壊する手順を繰り返し、ムッシュがいた場所を埋めてしまいましょう。正直この辺の挙動は難解で、結果だけを把握して実践している状態で、メモリビュアーを使った解説動画がなければ全く意味がわからなかったと思います。追走予定のない方は、あまり深く考えずにご視聴ください。そんなことより牛の実が残り2個なんですが、それは大丈夫なんですかね？いや、それわからん。まだあと1回固定しないといけないんですが、ミスがたすぎるってそれ一番言われてるからな。最後の1回は何もせず移動し、そのまま鶏を固定します。これで可能な限り鶏を増やし、メモリを埋める作業は完了しました。ここまで成功しているかの判断は簡単で、うまくいっていればムッシュが表示されずに消滅しています。よし、よし。ありませんよ。成功していれば次へ進みましょう。さっさのみで加速し、西へ進んでエリア移動します。一応セーブしていればリセットでやり直せますが、この段階ではさすがに遅すぎるので再走となります。それは私はやらないな。冬のエリアに移動後、スコップを装備し、雪をどかしたら南へ1マップ進みます。このマップで上の鶏を持ち上げ、崖の下に降ります。この時、前回お話しした通り、メモリ上で一番上にいる鶏が持ち上げられ、固定が解除されるため、マップ移動で消えてしまいます。ならばいとする大丈夫。崖下に降りたら再び西へ向かいます。穴が3マス空いている場所がありますが、これは加速状態でジャンプ位置を詰めるとギリギリ飛び越えることができます。敵を避けつつ精神しエリア移動すると、再び3マスの穴があります。ここで飛び越えた先に鉄球兵士がおり、弾かれて通れない、ダメージがかさんで死ぬ、という地獄のような難所です。今回は一発で成功していますが、奇跡と言えます。そしてここが、最後にして最大のリセポイントとなります。マップ境界に立ち、左下にブーメランを投擲し、2箇所穴を掘って土砂を表示させ画面線にします。やることは崖上の鶏固定と同じですが、ここで失敗した場合、移動後に結界に阻まれるイベントが発生し、前のマップに排出されます。この際、固定した鶏が全て消滅してしまうため、当然リセットとなります。なので絶対失敗しないように、手応えがない場合は無理に進まず、一旦前のマップに戻って穴を埋め、再挑戦しましょう。成功した場合、以前解説したように、イベントをロードする場所が全て埋まっているため、結界を飛ばして先へ進み、ゴルゴン城へ入ることができます。ここを越えればもう苦労はしないので、慎重に判断し、各自来た、これはいける、今しかない。はい。疲れました。わら、これにて完結です。まあまだタイマーが止まっていないので、さっさと残りを終わらせましょう。敵を避けつつ北へ進むと、ゴルゴン城に入れます。中に入ったら最初の部屋で剣と爆弾を装備し、先へ進みましょう。この部屋には大量のイズローブが出現し、すべて倒すと次の部屋へ進むことができます。色によって行動パターンが違いますが、赤と緑は回転切り一発で倒せます。青は少し耐久力が高く、もう一回切らないと倒せません。特に苦戦することはないでしょう。配置運によって多少タイムが変わります。3番目の部屋にはタートナックに加え、フロアマスターが出現します。フロアマスターに捕まると入り口に戻され、最初からやり直しになります。すべての敵が回転切りで一撃なので、落ち着いて殲滅しましょう。4番目の部屋には、蛇の亡骸でクイッと化していたマットフェイスがいます。ここでは出現前に倒すことができないので、普通に戦うことになります。出現前に爆弾を投げ一発、あとは行動パターンに合わせて爆弾を置き、合計5回当てれば倒すことができます。爆弾が尽きてしまった場合は、吐き出してくる虫を倒せば補充できますが、待つのはロスなので、事前に補充しておきましょう。ここまで来ればあとはゴルゴンを倒すだけになります。この先に進む前にさっさの実を使用し、剣と羽を装備したら準備完了です。最終決戦に行くぞ。ラスボス、ゴルゴン戦です。
戦い方は単純で、溜めたまま接近し、回転切りで攻撃。これの繰り返しになります。岩落とし攻撃は回避が簡単です。影を見てかわしましょう。一定ダメージを与えると封印した陣を召喚し、盾にしてきます。これに攻撃するとなぜかダメージを受けます。ロッドで弾いて距離を取ることで対処できますが、一調整で弾かずに倒せるみたいです。が、正直難易度が高いので安定を取りました。他に、鉄球振り下ろし攻撃はジャンプで回避しましょう。倒したら陣に近づくと、消滅し、底が崩れ始めるので、近くに開いた穴に落ちましょう。落ちる位置はどこでも構いません。下に落ちると死んだはずのゴルゴンが現れ、真の姿を現し、戦闘になります。竜王かな？これが本当に最後の戦いになります。機体のクリスタルが弱点なので、振り下ろした手に乗り、そこからジャンプして機体に回転切りを当てます。うまく飛ぶと反対側の手に乗れたり、あえて弾かれることで手の上に戻ったりと、ここでのテクニックはかなりのバリエーションがありますが、おそらくフレーム単位の操作が必要な上、失敗すると攻撃すらできずに落ちることがあるので、積極的には狙っていません。ある程度安定してできる技としては、画面端からの投げ払い攻撃の後、左手に乗り、水晶よりも端に立ち、降下中に回転切りを当てると、再び左手の上に乗ることができ、続けて攻撃することができます。いずれにしても、意識しすぎるあまり当て損なっては意味がないので、狙えそうな突破するくらいで良いでしょう。タイムの差が開く部分はここで入りません。ここでは攻撃できる行動パターンを引けるか、ということの方が影響度は大きいかもしれません。ここで降下するときに回転切りです。するとこのように手の上に落ちることができ、追撃ができます。ロスも少なく簡単なのでこれは覚えましょう。光弾は避けにくいものの、火炎攻撃と違い、後に残らないのでそこまで害はありません。復活薬がない場合は、死なない程度には集中して避けましょう。ここでタイマーストップ。記録は1時間0分52秒でした。最後の一撃を当て、セリフが出る瞬間までが計測区間になります。この時点でタイマーは止まっているので、気を抜くのは問題ありませんが、リンが降りてきた後、近づかないとイベントが進まないので、よそ見していると無駄に動画の尺を取ることになるので気をつけましょう。では、完走した感想ですが、とにかく鶏を規定数増やすのが難しい、ということに尽きると思います。個人的に苦手な土砂の共存、あとは Q のみの無駄使い、それらを抜けた先にさらにリセポイントがあるので、まず通すこと自体が大変でした。あとは、比較的新しい技なので、情報が少なかったことでしょうか。世界一兄貴の解説動画がなければ理解すること自体できなかったかもしれません。というわけで、一言で締めさせていただきますと、ビーム兄貴リスペクト動画は偉大、そう改めて感じました。以上をもちまして、ゼルダの伝説不思議の木の実、第一の章RTA を終わらせていただきます。10時間のご視聴、ありがとうございました。